大演談神太夫主従は宿を変えてさらに共栄を付け狙ったがその後45日すると神太夫は突然真夜中から激しい土砂を催し出した喜三郎は心配のあまりすぐにも無医者を迎えたかったが病人は大事の漏れるのを恐れて どうしてもそれを許さなかった。神代夫は枕に沈んだまま、貝薬を命に火を送った。しかし、土砂は止まらなかった。木三郎はとうとう耐えかねて、一応医者の侵略を買うべく、ようやく病人を納得させた。そこでとりあえず、旗子の主人に、 かかりつけの医者を迎えてもらった。主人はすぐに人を走らせて、近くに義を売っている松木蘭体という医者を呼びにあった。蘭体は向井霊蘭の門に学んだ新法の名の高い人物であったが,が、一方また豪傑肌のところもあって、 日夜、酒に親しみながら、さらに紅白を意図しなかった。雨雲の上をかけるも、谷水を渡るも、鶴の務めなりけり。こう自ら歌ったほど、彼の役を買う者は、神は一般の老職から、主もは、梅雨命もつなぎがたい、古事記否認まで及んでいた。 乱体は、神太夫の脈を取って見るまでもなく、利病という見立,て見立てを下した。しかし、この名医の薬を飲むようになっても、やはり神太夫の病は治らなかった。木三郎は、看病の傍ら、ひたすら、諸々の仏心に神太夫の解放を祈願した。 病人も夜長の枕元に薬を煮る煙をかきながら、他年の本望を遂げるまではどうかして生きていたいと念じていた。秋はますます深くなった。木三郎は蘭隊の家へ薬を取りに行く途中、群を成した水鳥がしばしば空を渡るのを見た。 するとある日彼は蘭隊の家の玄関でやはり薬をもらいに来ている一人の中元と落ち合った。これが恩地左衛門の屋敷のものだということは蘭隊の内弟子と話している言葉にもおのずから明らかだった。彼はその仲間が帰ってから顔なじみの内弟子に向かって 恩痴殿のような武芸者も病には勝てぬと見えますなと言ったいえ病人は恩痴様ではありませんあそこにおいでになるお客人です人の良さそうな内う弟子は無頓着にこう返事をしたそれ以来喜三郎は薬をもらいに行くたびにさりげなく兵への様子を探った ところが、だんだん聞き出してみると、ヒョウエはちょうど、平太郎の明日、明日頃から、神太夫と同じ利病のために苦しんでいるということが分かった。してみれば、ヒョウエが昇降院へ、あの日に限ってもう出なかったのも、その病のせいに違いなかった。神太夫はこの話を聞くと、 一層病苦に耐えられなくなった。もし兵衛が病死したら、もちろんいくら撃ちたくとも、仇の撃てるはずはなかったと言って、兵衛が生きたにせよ、彼自身が命を落としたら、やはり永年の機難は、水砲にキスも同然であった。 彼はついに枕を噛みながら、彼自身の回を祈るとともに、合わせて、仇せぬま兵への回をも祈らざるを得なかった。が、運命はあくまでも、田岡神太夫に告白であった。彼の病は重りに測って、 乱体の薬をもらってから、まだ10日と経たないうちに、今日か明日かという容態になった。彼はそういう苦痛の中にも、終年、く、仇討ちの猛を忘れなかった。キザブローは彼の新銀の中に、しばしば、八万大菩薩という言葉がかすかに漏れるのを聞いた。 故に、ある夜は、たまにある夜は、キザブローが、例のごとく薬を勧めると、ジンダユーはじっと彼を見て、キザブローと弱い声を出した。それからまたしばらくして、俺は命が惜しいわ、と言った、キザブローは畳へ手をついたまま、 頭をもたげることさえできなかった。その翌日、神太夫は急に思い立って、キザブ三郎へ、キザブ三郎にタイを迎えにやった。タイはその日も手記を帯びて、早速彼の病床を見舞った。先生、長々のご,ご解放、神太夫、片付けなく存じ申す。彼は蘭イの顔を見ると、 床の上に置き直って苦しそうにこう言った。が、身どもの命あるうちに、先生をお見かけ申し、何分願いたい意思がござる。お聞き届けくださりょうか。人体は快く頷いた。すると神太夫は、 途切れ途切れに彼が瀬沼昌栄を付け狙う仇の司祭を話し出した。彼の声はかすかであったが言葉は長物語の間にもさらに乱れる様子がなかった。乱体は眉を潜めながら熱心に耳を澄ませていた。が、やがて話が終わると人太夫は もう、あえぎながら、みども根性の思い出には、ひょの容体が、受けたまわりとござる。ひょはまだ、存命でござるか。と言った、きざぶはすでに泣いていた。 乱体もこの言葉を聞いたときには涙が抑えられないようであった。しかし彼は膝をすませると病人の耳へ口をつけるようにしてご安心召され、氷ョ殿の臨重は根腸虎の上国に恩老確かに 見届け申した。と言った。神太夫の顔には、微笑みが浮かんだ。それと同時に、やつれた方へ、冷たく涙の跡が見えた。ひょうえ、ひょうえは、 妙がな奴でござる。神太夫は口惜しそうにつぶやいたまま、乱体に礼を言うつもりか、床の上へ乱れた頭を垂れた。そうしてついに虚しくなった。 半分十年陰1十月の末、木三郎は一人乱隊に辞して、故郷熊本へ帰る旅程に登った。彼の振り分けの氷の中には、求め、左近、神太夫の三人の遺髪が入っていた。